第四章、新しき日々。じゃあね、ヤス。あんた、物をなくしたりするんじゃないわよ。ふん。じゃあね。奥様の言うこと、よく聞くのよ。後から来る仲間に迷惑かけるんじゃないわよ。いまだに謎よね。どうしてヤスはここに推薦されたの？それを言ったら、いまだに奥様がヤスの勤務を認めてる方が意外だわ。逃げ出さない分だけ根性があるってもんだ。しっかりな、ヤス。みんなとはついにお友達になれなかったね。向こうもそうだったろうし、おあいこだね。あの人たちのことはもう忘れちゃおう。もうお互い何の関わりもない。だから心に留める必要もない。人は最初の印象をいつまでも引きずる生き物だからね。だから仕方がない。あなたがどんなに素晴らしい人間に成長しても、彼女らはきっと、いつまでもヤスと呼び続けて、あなたを馬鹿にしたと思うもの。そんな人たちに認めさせようと思うなんて、全然意味のないことなんだよ。それがいいよ。あなたには、私や熊沢さんなどの素敵な友達がいるじゃない。そして新しい使用人の人たちの前では、今度は一人前の姿を見せてあげればいい。
その息だね。一緒に頑張ろう。アスレと申します。よろしくお願いいたします。ベルネと申します。よろしくお願いします。ええ、基本的には成績が優秀で貧困法制な子が選ばれます。どうやって選ぶの？誰が選ぶの？理事の先生方が来て面接をされるんです。他にも日頃の素行とか。じゃあ先生の前でだけいいこぶってても合格できちゃうってことも？まあ、その先生が見て良いと判断されれば合格することも。福音の家よりやってくる子たちはいつだって個性的だ。それが使用人としての日々の中で研磨され、やがては後宮家の使用人の名に恥じない立派な姿に成長していくのだ。とはいえ、それを促すのは先輩使用人たちの役。今や我だけが古参である以上、彼女らを立派に導く責務があるのだ。新しく来た子たちはどんな感じだった？もちろんエリートね。貧困法制な。奥様や源氏様の前ではそうだったと思います。でも目上の方がいらっしゃらない時はそう、ちょっと不真面目だったみたいで。アスネさん、お道具は使うたびにちゃんと台車に戻してください。魔女なんていたずらだと思ってました。いや、そう思っていられるうちが気楽だった気がします。魔女ベアトリーチェは確かにいたと思う。私は信じない。ベアトリーチェであったかは分かりません。でも人間じゃない何かが確かにあのお屋敷にいたんじゃないかと思います。人間じゃない何かというのはベアトリーチェの可能性もあると思う？バカバカしい。私もバカバカしいと思いたい。あれはきっとナスのいたずら。ううん、仕返しでしょ。私も最初はそう思ったけれど、いたずらでは説明できないことがあった。必要というか気持ち悪い。具体的にはどんなことがあったの？似たものが
ふと振り返った表紙にはもうないんです。ヤスが隠したんでしょ。最初はそう思った。そう考えるのが自然だった。でも違和感も覚えてた。あんな器用な子がそこまでえげつないことするかなってずっと思ってた。どんなことがあったか話して。カギタバがなくなった時には私が見てない隙にヤスがひょいってどこかに隠したんだろうと思えた。でもカギタバから一つの鍵だけが消えてて、それがありもしないところから出てくるなんて考えられない。その鍵だけあんたが見てない隙に引っこ抜いたんじゃないの？そんなのできる？実際に鍵束を丸ごとひょいっと隠すならともかく、鍵束から鍵を一つ抜き取るって考えれば考えるほどに簡単じゃないよ。ガチャ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 、すぐそこで私が背中を向けてるのよ。そんなこと悠長に言ってたらいくら私がバカでも気がつく。でも音もなくスーッと鍵が一つだけ消えていた。あの時に初めて気がついたの。これ逆ギレしたヤスのいたずらじゃなくて、もっとそのヤバいもんなんじゃねって。その紛失した鍵はどこから見つかったの？私のロッカーから。ベルネうっかり屋だからさ、ひょいって鍵をそれだけ外してロッカーにしまったのを忘れてたんじゃないの？鍵玉からなんでわざわざその鍵だけを外すわけ？ハスネ、鍵玉の鍵外したりあるいは戻したりしたことある？私も試してみた。あれすごく硬い。わざわざやらない、やる意味ないし、私無遊病、自分でやったことの記憶さえないっての？私バカだけどそこまでバカじゃない。私そこまで自分のこと忘れてたりしない。それに私の鍵さ、確実に部屋に入った時はあったよ。じゃなきゃあの部屋の鍵私どうやって開けたわけよ。だからさ、音をさせないようにさ、スルリと言ってもヤスがうまく鍵を抜いてベルネのロックに隠したんだよ。と私も最初はそう思った。ヤスに舐めたことすんじゃねって食ってかかった。でも言いながら思ってた、これ絶対変じゃねって。だってさ、あの日私たちずっとヤスと一緒に部屋回ってたわけでしょ。鍵をガチャガチャ外すほどの隙は絶対ないよ。ヤスには無理っていうか誰にも不可能だよ。音をさせずにそれもわずかの隙に鍵を一本だけ抜き取るなんて。受け取った時からもうマスターキーが一本足りなかったとか。だから言ってんじゃん、ちゃんと鍵は最初あった。あの部屋の鍵を開けたのは私だから、絶対鍵はあった。で部屋に入って、私バカだから鍵のジャラジャラが嫌いでひょいとベッドの上に置いといた。それで掃除終わって鍵束取って施錠しようとしたらもうなかった。背中を向けてはいたけれど鍵のすぐそばにいた。だから誰かが鍵を一本だけ抜くなんていたずらをして悠長にガチャガチャ言わせたらすぐわかる。なのにその部屋の鍵一本だけがスーッと蒸発して私のロッカーの中に。いいよ、ヤスがこっそりやったって仮定してもいい。そう考えると気楽になれるもん。でもね、じゃあどうやってロッカーに入れたわけ？ヤス、私たちとずっと一緒じゃん。私がないないって大騒ぎしてあちこち探し回ってロッカーの中で見つけるまでずっと一緒だったじゃん。ありえないって。私
ナスに当たり散らしながら感じ始めてた。というか、ヤツの瞳がさ、無言で言ってるわけ。あの子の言うさ、いつの間にか物がなくなってるって。みんなが言うように、あの子がぼんやりしてるんじゃなくて、本当に実は私と同じで、突然ありえないことが起こって、その安はずっと一緒だったから、ロッカーに入れるのは不可能。そんなおかしなことが他にも。そう、物がなくなるとか、単純にそれだけじゃないことが、その後も他にも何度も何度も。さすがに薄気味悪くなって、物とかその辺に置かないように気をつけたけど、それでもダメだった。最初こそヤスなめんなって思ってたけど、途中からマジでこれは違うって理解し始めた。私がポケットに入れっぱなしにしてたはずの鍵束から鍵が消えたことだってある。私は気づいた。ヤスがいたずらしてんじゃない、ヤスも私も同じ何かにやられてるんじゃないかって。お、落ち着きなよ。私は一部はヤスのいたずら、それ以外のほとんどはベルネのうっかりか勘違いだと思ってるよ。確かに屋敷はいつも薄暗くて、どこか薄気味悪かったし、なんかたたりとか呪いとか、そんなのがあってもおかしくなさそうな雰囲気があった。そのせいできっとベルネはおかしな方向に怯えちゃったんじゃないかなって。あんただって見たでしょ。ほら、あの雨の日、キリースに消えるおかしな白い影を見たでしょ。見たけど、白い何かを着た奥様かお嬢様じゃない？白い何かって何？そんな服を着てるの奥様もお嬢様も見たことないよ。というか、あの貴賓室いつも施錠されてるし、奥様とかは鍵持ってないし、あれは絶対幽霊とか亡霊とか。ううん、絶対に魔女の影だった。まあ、途中からベルネはこんな感じ、すっかり怯えてしまった。私はそのすれてるから、ベルネがビビればビビるほど魔女なんてバカらしい、そんなのいるわけないって思いを強くしたけど、でもさすがに空気を読まざるを得なかった。というか、うかつに口にしない方がいい話題だと気づき始めてた。階段とかたたりってさ、部外者が聞くと本当にバカバカしい。でもね、そこにいる当事者からすると全然笑えない。あれは本当に笑えない話だったよ。マスネはちっとも私の話を信じてくれなかった。だから私、途中からアスネに相談するのやめて、ヤスに打ち明けて相談したの。私はあんたのいたずらだと思ってたけど、絶対にあんたじゃない。なんか、そう、おかしなものにやられてるって。そうしたら、なんて。自分も同じようなことが何度もあったけど、誰に相談しても信じてくれなかったって。大地、先輩とかはヤスのことバカにしてたけど、ヤスは言われるほどどっちでもバカでもなかった。年下に仕切られるのはムカつくから、いつも反抗してたけど、仕事は割とそつなくこなしてた。そんなヤスがそこまでバカにされるほど物をなくすなんてことあるのかなって、不思議に思ってた。だから確信したの。いる、このお屋敷には人間とは異なる何かおかしなものがいるって。それが魔女ベアトリーチェ。もしそれがそう呼ばれるものならば信じる。とにかく人間じゃ
説明ができないものが確かにあの屋敷にはいたの。それを理解できない人たちが私やヤツのことをドジさんがうっかりだと勝手に言ってた。分かってない、全然分かってない。でもベルナもさすがにヤバいと思ってしっかりするようになったじゃん。そしたら物がなくなるとかの騒ぎなくなったじゃん。やっぱりベルナの勘違いだったんだよ。違うよ、私ヤスにシャドに熊沢さんとかにも相談したの。そしたらやっぱり魔女はいるって、古い使用人たちはみんなちゃんと敬ってるって。私はベアトリーチェなんているわけないって物とバカにしてたから語られたんだって。だから心を入れ替えた。ヤスに貴賓室の人形のお参りの仕方を習った。源氏様に頼んで鎮守の社にもお参りさせてもらった。そしたら収まったのピタリと。アスネも途中から魔女のことバカにしなくなったからよかったけど、もしも空気読まずにずっとバカにし続けてたら今度はあんたがたたりの標的にされてたに違いない。私が保証するよ、絶対にあんたがたたられてた。さすがに私もドン引くかな。口に出して言うしないけど。あんた分かってない、本当に分かってないよ。だから私は新しい後輩にはきちっと教えたよ。このお屋敷にはベアトリーチ様という魔女がいる、バカにするとマジでたたるからって。ベルネ、物がね、消えたらそれは魔女がすぐ近くにいて私たちを見てるって合図なんだよ。いたずらだとか魔女なんかいるわけないとか、そんなことを言ったらもっともっと語られてしまう。私もヤツもそう。鍵が消えたらそれは魔女が現れた印。ギタバが放り出されておるわ。そなたは最近すっかり用心深くなって面白くなかったところだ。冗談冗談。それにしても我が殿が親切に忠告しているというのに耳を貸さなさい。不愉快なやつらよ。我が友を蔑む言動の数々、わらわに対するものと受け取らせてもらおうぞ。わらわの魔法をそなたごときの仕業と見下すか。ならばよかろう。人間には無理なことを見せてやればいい。我が魔法を見せてやる。愚かなるベルネとやら、我が友の忠告に耳を貸さなかったことを後悔させてくれる。この気迫の体では物足りない。借りるぞ、そなたの体。久々に本当の魔法を見せてやる。わずかの一時、再び我が身を現世に。
いいぞ、この眼肌をくすぐる感じ。やはり肉体はいい。ささやかないたずらで懲らしめるだけである。そなたに疑われるように安っぽい真似はせぬ。さあ思い出してごらん、そなたがどこに眠っていたのや。思い出してごらんなさい、そなたがどこにて眠っていたのや。また我が殿が疑われてしまう。いなくなる。そう、この部屋の鍵だけでよ。掃除をしている我が殿にはアリバイがあるのよ。さあ思い出してごらんなさい、そなたがどこで眠っていたのやら。そこは暖かくて暗くなし、ベルネのロッカーの中であるわ。この体、そなたに返すぞ。
なーに？どうしたの？突然。一緒に頑張ろうよ。ほら、石の上にも3年って言うよ。みんなどんどんあなたを認めてくれているよ。だから一緒に素敵な使用人を目指そうよ。私、使用人辞める。え？使用人より魔女の方が面白そう。
魔女って何の話？みんなに愛されて頼りにされる使用人って、うん、今ももちろん憧れるけど、でも今の私には魔女の方が憧れるの。それは、ベアトリーチェ、今日ね、ベアトリーチェが私に乗り移って、私の体を使って魔法を使ったの。その時、その未知の世界にこうゾクゾクっとしたものを感じたの。それは後宮家の使用人に推薦されたことを知らされた時よりもずっとずっと上、知らなかった世界を初めて知ったような、暗闇の世界だけに住んでて世界を全て知っているようなつもりになっていた私が、初めて光を知って世界を目にするような、そんな喜び、興奮。これが魔法、すごく楽しいよ。魔法、うん、魔法。私の指にまだ少しだけ魔法が残ってたから使えた。でも本当の魔女になればもっともっと自由自在に何でもできる。もう私はこの楽しさを覚えてしまったの。もう人間には戻りたくない。使用人なんて退屈なの、耐えられない。
だから魔女になるよ。魔女になるって待って、もう決めたの？シャノン、今日まで楽しかった。この部屋をあげるね。あなた一人で使って。じゃあね、さようなら。待って、使用人ごっこはもうやめる。世界を変更。うん、了解したぞ。それではいかようにしたものか。シャノンのような素敵な使用人も悪くはない。でも魔女の楽しさを知ってしまったら、もうそれは退屈な憧れ。もう戻れない。シャノンはどうするのか？シャノンはシャノンで、これからも尊敬される使用人でいてくれればいい。彼女は彼女のままで。ただこれからは私と二人ではなく、彼女だけになるけれど。別れは唐突にである。まあよい、気まぐれな方が。人生は退屈せぬというもの。されどどうする？魔女がやりたい、ベアトがやりたい。しかし、わらわがすでにベアトリーチェであるぞ。あなたが魔女で、私の友人という設定はそのままで、ベアトは私ということに世界を変更する。つまり、わらわはベアトリーチェの友人の魔女ということになるのか？そんな感じ。だからあなたは今からベアトリーチェじゃない魔女。わかった。では、わらわの新しい名前は何とする？ふさわしい名前が思いつくまで保留にする。しばらくは同じで。ごめんね。よいよい。せっかくの名前だ。熟考してもらわねば困るというもの。あなたはベアトリーチェが幼く、まだ魔法が使えない頃からの友人。私のものを隠したりしてからかっていたことが縁の始まり。なるほど。それがやがて魔法に目覚めたベアトリーチェの対等な友人となるわけ。ではわらわは少しお姉さん的な立場の友人であるな。うん、そんな感じ。喋り方どうしようかな。ベアトリーチェの一人称はわらわで、すっかり馴染んでしまうな。そなたに譲るか？うん、わらわという言葉遣いは私が引き継ぐ。うん、わかったぞ。ではわらわも。いやいや、これからはわらわではないな。私もベアトリーチェの姉的立場である魔女の友人にふさわしい喋り方を探しておくことにする。うん、いや、うん。なかなかの貫禄。私の、いや、わらわの容姿はどうしたものか。そうだな、私は真っ赤な魔女という感じであるからね。赤以外の雰囲気でまとめてみてはどうか。ベアトリーチェは夜の屋敷を徘徊するとき、白い人影の姿をすることが多い。やはり亡霊といえば白がイメージか。白いドレスの魔女、イメージをまとめてみる。
このような姿ではどうか。これが新しいベアトリーチェの姿なの？これは美しい。高貴な姫君みたいだね。気に入った。悪くないぞこの姿。いいじゃない、素敵よベアト。気に入った。実に気に入ったぞこの姿。その調子で今度は私に素敵な名前をつけてくれると嬉しいわね。いつまでも名無しじゃふてくされちゃうわ。安心せよ、必ず立派な名前を考えてやろうぞ。それよりまず考えたいことがある。それはわらわの使う魔法のイメージである。物を隠したり別の場所に瞬間移動させる魔法はそなたのイメージだ。だからわらわもわらわにふさわしい魔法のイメージを考えねばな。魔法を使うとき黄金の蝶が飛び交う。そこは譲れぬぞ。素敵ね。それこそまさに黄金の魔女。じゃあ雲の糸が苦手で社に収められてる霊鏡が苦手でという弱点もあなたに？ふむ、万能の魔女にも何かささやかな弱点があった方が面白いというもの。ではこうしよう。雲の糸に触れたら火傷をするということとする。では霊力のある鏡は無論のこと、鏡自体も苦手ということにしよう。鏡って魔力があるってよく言うもんね。いいんじゃない？いかにも魔女っぽい感じ。鏡を見ると魔力が吸い取られる感じがするので苦手ということにしよう。面白そうだ。一度に何もかも決めなくていいわ。世界をゆっくりと作り上げていくのだってとても楽しいのだから。うむ、分かっている。ゆっくりと魔女の生活を楽しみながらわらわの世界を膨らませてゆこうぞ。あの狭くて暗い部屋はもうあんたの寝床じゃないわね。うむ、わらわこそは黄金の魔女。六軒島の夜の支配者なれば、夜の屋敷はわらわのもの。わらわの住まうべきは屋敷ではないか。ベアトリーチェの部屋？ははは、決まってるじゃないか。ええ、そうね。お屋敷の2階のあの素敵な部屋。魔女の貴賓室こそベアトリーチェの部屋じゃないか。おお、そうであったな。今宵よりわらわが住まうは夜の屋敷のあの部屋ではないか。これはうっかりしていた。
じゃあ行きましょう。ベアと魔女が二人お茶をするなら、あんな狭い部屋じゃなくてふさわしい素敵な部屋でするべきだわ。そうであるな。友人を招いて茶を振る舞うにはあの部屋は粗末が過ぎる。部屋を変えよう。友好ではないか、我が友よ。シャノンとはお別れね。さらばだシャノン、人間としてそなたを目標に、そなたと友情を育みながらの日々も楽しいものであったぞ。もしわらわが魔法の閲覧を知ることなく魔女に開眼することがなかったなら、それはこれからも変わらなかったであろうな。私疲れてるのかな。寝よう。きっと疲れてるからおかしなことを考えちゃうのね。おやすみなさいシャノ。布団に包まれて静かに目を閉じればもう何も難しいことは考えなくていいんだよ。私はシャノン、一人ぼっちの使用人。時々失敗もしちゃうけど、誰からも愛される優しい使用人になりたい。おやすみ。
私。愉快なる魔女の世界に乾杯。